皆さんこんばんは。女優小野由利の映画の話をしましょうよのお時間です。影踏み、2019年11月15日公開、篠原哲夫監督。さて皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。先日影踏み、篠原哲夫監督の映画のご紹介をさせていただきましたね。その時私が影踏み見てきました、こうでしたこうでしたああでしたなんて話をさせていただいたんですが、また熱が下がる前にもう一度影踏みのお話をさせていただこうと思います。では今日は私だけではなくゲストをお迎えしておりますのでご紹介させていただきます。篠原哲夫監督です。はい、どうもよろしくお願いいたします。お忙しい中どうもありがとうございます。はい、どうも。公開されたばっかりで、はい、割と、うんうん、いろんなテレビのね画面でも山崎まさよしさんもお見かけしますし、はい、お忙しいんじゃないですか。いや、まあ、公開されて、はい、されるまでは、はい、何かと取材とかそういったのがあるんですけれども、はい、まあ、こうして公開した後ですと、はい、こうしてラジオはね、はい、こう呼んでいただいたりしてとてもありがたいなと思って。嬉しいです。少しでもこう広めて、まだまだこう知らない人も当然いると思いますの で、 です、ね、知っていただきたいなということがありまして、はい、かしこまりました。実はですね、影踏み、私たくさん映画を見た中でも相当ハマりまして、ぜひぜひ、はい、それで個人的にも、うんうん、もうすでにご紹介をさせていただいているんですね、うんうん、ではまずどのようなお話か、まだ見てない方にですね、雰囲気だけ伝わるようにほわっとご紹介をさせていただきます。はいはい、まず主演山崎まさよしさん、恋人がですねヒロイン小野真知子さんが演じられています。山崎まさよしさん、のびしという職業ではないですが、空き巣ともまた違って人が建物の中にいることを知った上で、現金を持ち去るなどをするのがのびしと呼ばれるそうなんですが、のびしを務められております。でこののびしの山崎まさよしさん、警察から出てきたばっかりなんですね。でその方がシャバに出てきて、小野真知子さんと再会をしたり、そしてあれということにぶち当たっていろいろ調べてみて、なんやかんやあった、はい、なんやかんやあった上で、うん、いろいろなものが紐づいてきて、最終的には孤高のダークヒーローとなってしまうようなお話です。そうですね、はい、さっぱりわからないかなとも思うんですが、実は私、映画を見た時に事前情報何もなく見させていただいて、その上ですごくすごく楽しめたので、ぜひ皆様にあまり事前情報なく見ていただきたいなと思って、このような、うん、もうぼんやり前も見えないぐらいぼんやりした状態で、うん、そうですね。まあ、のびしっていうのは深夜にこう、はいはい、ちゃんと寝静まった、はい、住人が寝静まった中にひっそりと入って、はい、金品を盗んでいくっていう、はい、まあ、泥棒ですが、はい、まあ、今回山崎まさよしさんが演じた、はい、まあ、のびしというのは、はい、まあ、結構こう泥棒界では有名な設定なんですね。それで彼はかなり計画的にこの家だと何時に寝静まっていて、はい、寝室はどこにあるかだとかっていうことを結構リサーチして、うん、まあ、入っていくんですね、はい、でそこはリサーチっていうのはおそらく想像の中でですね、もちろん電気の消えるタイミングだとかそういうのをこう見ながら、はい、あの部屋で最後だろう、うん、っていうことは1階のダイニング今にはこういうのがあるだろうとか、うん、なんかそういうことを予想しながらこう、はい、泥棒していくんですけども、はい、彼に目をつけている、ずっと目をつけている警察官がいて、うん、はい、まあ、それは幼い頃からの一応親友というか友達の設定なんですよ、はい、そいつは警察官になって、うん、彼をまあ、なんとか捕まえて改心させてあげたいというもとに、はい、まあ、警察官をやってる男なんですね、うん、で、まあ、こいつとの、まあ、これは竹原ピストルさんがやるんですけども、そうですね、はい、この人とのこういろんなこう最初のうちはね、うん、なぜそのかなり綿密に計画したにもかかわらず、はい、俺を捕まえたんだということを
調べていくっていうふうに、まあ、ストーリー上はなっていくんですが、はい、彼はそもそも、まあ、ある意味ね、うん、権威に上がらうと言いますか、うん、権威に抗うと言いますか、はい、なんていうかそのまあどういう家に入るかって、なんとなくその権力の匂いがするというか、はい、こうちょっとこう、はい、うさんくさい匂いをさせているような家から、はい、そういうところのちょっとこう偉そうな人っていうかな、うん、ちょっとにこいつだったら盗んでやろうと思ってる、うん、そういう人に目をつけてそこをに泥棒を入るという、はい、まあいわば正義の彼にとってはそれ正義なんですよね、はい、まあ、まあ義賊と言われる類のものに近いというか、うん、そうですね、はいはい、そういうこうために泥棒しているから、うんうんうん、まあだから自分なりには正当化してるわけなんですよ、はい、もちろん悪いには越したことないんだけど、はいはい、まあという設定のこう、うん、泥棒をやっておりまして、はい、まあ、なかなか山崎まさよしさんがミュージシャンでありながらこの泥棒役をやるっていうのは、うん、はい、まあどことなくですね一人でまあ全部自分の責任において音楽を作り、うんうん、演奏し、はい、歌うという彼のスタイルと、うん、もちろんバックミュージシャンはいるにしても、はい、それとこの泥棒もあるこだわりを持って、はい、泥棒という職業に勤しんでいるという意味での共通項があると、はい、まあまあこれは本人もそう言ってたんですけども、はい、まあ、そういうね、まあかなり無理やりなこう共通項なのかもしれませんが、いえいえいえ、そんな無理やりとは、はい、そこは割と何ていうかな、職人肌山崎まさよしとしては、まあ、この職人の泥棒であるこの真壁秀一という男に、はい、感情移入できたと、まあ、いうふうに申しておりました、はいはい、素晴らしいですね。今監督の言葉聞きながらかなりヒントも含まれているなと感じました、うんうんうん、映画見ていただくとね分かる点なんですが、その頭の考えながら山崎まさよしさん演じる伸び師がこう想像をしながら、その人が今どこにいるかを想像してっていうのを、その後のプランを練っていくっていうのが多分結構キーワードだと思うんですよね、うん、この人がどういう人なのかなっていうことを描くにあたって、うん、やっぱりそういうことって普通の人というか特別何かを勉強してきたであったりとかでなければなかなか難しいのかなと、その先まで読んでいくっていうことは難しいのかなと思います。でこの作品横山秀夫さん原作、はい、そうです、はい、そうです、日本ミステリー界の巨匠と呼ばれる映画64であったり、の作家さんなんですが、うん、こちらの作品得意な小説の描き方から、はい、実写化は不可能だと長年言われていたということなんですが、うんうん、このどういった経緯で映画化になったんですか？うん、それはですね、はい、もともと僕と山崎が月とキャベツという映画で、はい、まあ、一緒にタッグを組んで作ったのが23年前なんですね、うん、それは群馬県の中之条町というところにあるイサマスタジオっていう、はい、こう廃校を改造した施設がありまして、そこを拠点にして、はい、映画をその月とキャベツを作ったんですよ、うん、撮ったんですよ、はい、それでその廃校の建物の横に、はい、まあ、同じく廃校のあれですけど建物ですけど、はい、体育館があってね、はい、映画がそのイサマスタジオを拠点にして、うん、映画が3本作られたんですが、はい、小栗浩平監督という、巨匠のですね、はい、眠る男っていう映画と、はい、もう一本は尾形明監督の国立少年合唱団っていう映画が3本揃った時に、はい、まあ、映画祭が始まったんです、はい、簡単に言うとね、で群馬で、はい、でそのイサマスタジオ映画祭と称するんですが、その映画祭をもうかれこれ2000年から始まってるんで、はい、もう来年で今年19回目だったわけですね、はい、そして2001年から始まったのかな、はい、だから19回目、うん、でこの映画祭の特徴は、はい、シナリオ大賞というのをやってまして、はい、そして若いこう作家たちがシナリオを、うん、コンペティションで応募してくるんですよ、はい、そして
短編と中編で、はい、まあ、1本ずつ毎年大賞を、はい、まあ、大賞をこう選んでるんですね。選んで、はい、そしてその作家たちにちょっと支援をして、うん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 、映画をこう作っていくっていうことをずっと2003年からやってるんで、はい、じゃあもう映画祭始まって間もなくから、はい、そうなんですよ、はい、ですからもう17年やってまして、うん、で僕実はその最初のこう言い出しっぺなんでね、こういうのやったらどうかっていう、で審査員をやってるんです。もうずっと続けて、ね、はいはい、そして群馬県 の, まあ、僕以外にプロデューサーだったり、うん、他に豊島圭介監督だったり、はい、まあ、シナリオライターの辰ゆかりさんっていう方だと、はい、まあ、何人かでこう 5人でやってるんですが、うん、同じやっぱり群馬県でね、うん、上毛新聞っていうのがあるんで、はいはい、上毛新聞の記者さんだった、はい、横山秀夫さんが、はい、2013年14年15年のね、うん、3年にわたって審査員をやってくれたんですよ、はい、はい、それで横山さんと僕はそれなりに映画について話す機会が多くて、っていうのがまず一つあって、はい、でその映画祭で64が上映されたんです、うんうんうん、2016年に、はい、で月とキャベツがちょうど映画ができて20年だったので、うん、その年に上映されたんですよ。でその時にゲストで山崎まさよし君が来てて、横山秀夫さんも来てて、はい、ここで2人が出会うんですね、はい、で意気投合して、うん、何かその山崎君が横山さんのファンであるっていうことをこう言うわけですよ、はい、そしてじゃあ今度山崎さん、うん、今度僕の原作で映画どうみたいなことにもちょっと話になって、はい、それで僕は僕でそのイサマとの長い関係だったり、はいはい、まあ、山ちゃんとのこうなんかいろんなあれもう20年、うん、その間に短編2本ぐらいやってるんですけども、うん、はい、そのやっぱ長編でね久しぶりに映画作りたいなと思ってたんで、うん、その20年を機に20周年上映を機にですね、はい、やっぱり次にやっぱり山崎まさよしで映画を作りたいと、うん、で横山原作でやりたいと、うん、まあ、いうことになって、はい、そこがまあちょっと長い話になりましたが出会いの始まりなんです、はい、そこをきっかけに横山作品だったらという、ただ横山さんの作品はもう数々のものがもう映画化、ね、映像化されてましたので、クライマーズ、はい、もう6夜も、はいはい、どんどん映画化されております、はい、そうなんですよ。ですからなかなか難しいなかなかないなというのは正直、ね、当初思ってた、はい、探したんですけど、はい、で横山さんの方から、うん、まあ、実は影踏みというのがあると、うんうんうん、これはまあ泥棒がね、はい、主人公で、はい、まあ、山崎さんに泥棒やってもらうのは申し訳ないなって思うんだけどって言いながら、なんか嬉しそうなんですね。でもいいんじゃないかなみたいな、はい、まあ、ことをまあおっしゃって、はい、まあ、警察官じゃないなっていうのはなんとなくこう山ちゃんを見てればわかるわけですけども、はい、それでまあ結構こだわりの持ってるこう泥棒だとすると、うん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 、山崎まさよし君のこのこだわりとどっか共通するものがあるんではないかと、はい、まあ、なかなかその手強い人物、横山さんの印象だと、うん、まあ、とても山崎さんは人柄もいいし、うん、よく気さくに喋ってくれますが、そうなんですね、はい、なんかやっぱり人間的な奥底には手強いものを感じるというふうにおっしゃってて、はい、まあ、手強いっていう表現がねどこまでこう適切かはまあ人それぞれだと思うんですが、うん、はい、まあ、まあやっぱりこうなんていうかな、やっぱ彼のこう奥底にあるこうダークサイドみたいなのもね、はいはい、普段のこう中にはないわけです。普段のミュージック活動の中には、はい、音楽は感じるんですよそういうものをね。だけど普段こうライブなどの MC を通していると、はい、彼はとても面白いこうやっぱりこう観客にアピールするタイプの人で、とてもそこが心地いいんですけれども、はい、楽しいし、だけどこうやっぱりどっか心の中の闇というのは誰でも闇に近いものは持ってて、はい、そういうことを発露していく作品としてはこの影踏みっていうのは良かったんじゃないかっていうことで、魅力がたっぷりですね。今まで見たことない表情というか、はい、はい、世間で知られている山崎まさよしさんではないですよね、うん、そうですね、はい、うわすごい、もうそこ時点で映画にしてもらいたいぐらいのドキュメンタリーじゃないですか。そうですね、うん、まあ、それは話すと面白いですよね。面白いです、はい、出会いであったりこのそれでこの得意な物語、うん、やっぱり相当な映像のトリックを使われているなとは、うん、まあ、見ている側からも感じたんですが、うん、なるほどこれで難しいんだろうなと思いつつ私が言うのも変なんですがすごく成功されてますよね、うん、描き方として、まあ、そうですね、うん、なかなか原作を読んでもらった方には、はい、それをどう表現するんだろうって思う節はあるとは思いますが、はい、映画を見るとあ
そういうふうに表現してたんだなっていうことは分かります。うん、でこれは今あの映画をまあご覧になる前はあまり言わない方がいいと思うので、うん、このラジオではちょっとそのことについては、まあ、あまり触れないでおきたいとは思うんですけれども、はいはい、なんかやっぱりすごくやっぱ特別な方法ではないです、うんうん、取り立てなんかやっぱこうある人物の描き方が大きく関わってるっていうか、うん、そうですね、それがでも主人公にとってとてもある意味大事な存在であるっていうこと、うんうん、でそれは小野真知子さんとはまた違う関係 の、ね、まあ、話になってるんですが、はいはい、だから恋愛映画ではなくて彼がなぜさっき言った冒頭に言いました泥棒をやりながらその警察官に捕まったんだろう、はいはい、竹原ピストルさん演じる吉川という警察官、刑事に捕まって出所してくるわけですよ、はい、2年経ってその事件は何なんだと、うんうん、あそこの事件俺は完全犯罪をするはずだったのにと思ってるわけですね、はい、で実はそこの事件にもう一つの別な事件が絡んでまして、はい、白身に入った家は県会議員の家なんですよ、うんうん、で県会議員の、はい、まあ、稲村という人の家に入った時に、はいはい、まあ、その奥さんらしき人が、はい、放火しようとしてたんですね、そこまで言っていいと思うんですけどね、はい、放火しようとしたのを見つけてしまって、はい、それを助けようとしたんだけど、はい、助けたんですが、そうですね、火は消して、はい、ところがそこに刑事が間もなくやってくるという、そうなんです、これはこのカルコレなんだということを、そうなんですよ、テンポが良すぎるやしませんかと、そうなんですよ、はい、そこで彼はそれをずっとずっと2年間こう刑務所の中で考え続けて、まあその真相をですね探りに行くことと奥さんはどうなったんだと、うん、まあ、いうことも同時に、うん、まあ知りたいと、はい、色恋沙汰になるわけじゃないんだけども、うん、中村ゆりさんが演じるその陽子というその、うん、お美しい奥様が、はい、そうですね、その彼女のその後の運命とも、うん、この彼が探ろうとしていることと関わってくるっていう風に展開していくんですよね、うん、そうですね、大きく話が動いてくると言いますか、はいはい、大きな山場をまたそこでも迎えるわけですね、うん、あー、もう皆さん本当にこれ見てない人も楽しいとは思いますが、ぜひ見てより一層このラジオのお話を楽しんでください、さて沖縄でのこれからの公開がですね、沖縄県島尻郡ハエバル宮城のサザンプレックスイオンハエバルの近くのですね、映画館で来年公開予定でございます。サザンプレスは今公開中、いえサザンプレックスは来年、あ、それは今やってて、うん、もう一個 のパニパニシネ マ宮古島のパニパニシネマは来年、はい、パニパニシネマは来年って言ってました、来年、失礼いたしました、ではもう一回言い直しますね、吉本沖縄南の島パニパニシネマ宮古島みんなの市映画館は来年公開予定でございます。そして、現在公開中、1日3回交換しているのが、沖縄県島尻郡ハエバル宮城のサザンプレックスになります、はい、ぜひ、お近くの映画館へ見に行ってみてくださいね。そして、都内の方まだまだ、東京でも見られるかな、はい、そうですね、はい、見られます、はい、テアトル新宿で、うん、まあ、しばらくまだやっております、はい、で今はテアトル新宿以外にも池袋だとか、うん、その銀座の丸の内東映ですとか、はいはい、池袋シネリーブルですとか、はい、渋谷、まあ、渋谷の、映画館で、ね、はい、やってます、はい、その他にも、イオンシネマ、はい、調布ですとか、何か所かイオンシネマの劇場で、はい、公開中、はい、公開中でございます、はい、シネマ、ごめんなさい、渋谷はシネクイントという映画館、シネクイントという映画館ですね、はい、まあ、その映画館によって回数違ったりとかするんですけれども、うん、そこはお近くのところで、まあ、いろいろ調べて、事前に調べてから、いただければ、はい、はい、嬉しいかなと思います。見てくださいね、特にテアトル新宿は私も伺わせていただいたんですが、はい、映画館全体が、うん、影踏み一色になっております、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっともしかしたらですけども
あのティーチインという形で、はい、まあ、山崎篠原あとプロデューサーで話す機会を映画について話す機会を持とうかと言ってるんですが、ちょっとまだはっきり決まってません。まあ決まったら、はい、あのテアトル新宿のホームページなりに、はい、告知がされると思いますので、まあ、その時は3人でねちょっと映画について話を、うん、あのいろいろ深めていきたいと思いますので、はい、あの一度見た方も何度も足を運びたくなるような仕掛けがいっぱい詰まっておりますので、うん、そうなんですよ。がある際はぜひ、これがですね、うん、この間あの丸の内東映であのにあの1週間経って挨拶行ったんですが、はいはいはい、その時はあの、まあ、上映後だったんですけども、はいはいはい、うん、もう5回見たって人がかなりいたんですよ。結構つわものですね。あの、で最初に東京で試写を2回ほどやってるんですね、うんうん、でそれは山崎さんのライブ付きの試写と あるいは完成披露試写と2回やっていて、はいはい、それ2回はかなりあの確率の低い、まあはい、あのあれで応募して、まあ、あのチケットゲットした方が見てるわけですね、はい、それでさっき言った群馬のイサマスタジオ映画祭のこれが全国初めての皮切り、はい、11月8日、はい、でやっていたんですね、はい、でここであのこれもあの結構完売したすぐ完売したんですけど、うん、300枚ぐらい、はい、ここに、まあ、それも手に入れた方がいて、うん、それで劇場であと2回見てるわけですね。すごい、だから運の使い方ですね、そういう方が5回見てるわけですよ、うん、まあなんてことだと思ってですね、ありがたい、ある時にあの街で僕声かけられたんです、うん、映画館で、はい、あのその方は6回見たって言うんですよ、で「いやそれ飽きないですか?」って言ったら「いやいや飽きないどころか、ま、見るたびに、うん、あれはどういうことなんだ?」っていうことの発見をするんだと、はい、まあ、いうふうにその人はおっしゃってて、はい、いやそれありがたいなと思ってね。本当ですね、嬉しい限りですね。でもまあそのリピーターの方々がいろいろ見ていただくのとても嬉しいんだけど、うん、はい、案外若い人がね、はい、映画館割とこうシニアって言っちゃ失礼かもしれないけどご年配の方が結構多く入ってて、はい、それで若い人がねあんまいないっていう話なんですよ、うんうん、はいはい、僕の見た人が、本当に少ない、はい、結構少ないっていうもんで、はい、あれ小野さん見た時どうだったんですか。私が見た時はですね、まちまちでしたかね、まちまち、うん、はい、あの若い方も女性もあと仕事帰りの方も何人か入られてる様子で、うんうん、ただちょうど、映画館の前の花園神社が鳥の市をしている日だったので、なるほど、はいはい、人は少なかったです。あ、そうですか。失礼しました。いやいや、だからそのね、はい、やっぱりこう人は多い方がいいじゃないですか。うん、そうですね。できればね、いろんな人に見てもらいたい、うん、ね、まあ、多分若い人で言うとこれは北村匠海くんがもう一人こうで、ちょっと重要な役で出て、重要な役で出られてます、ね、北村くんがね実は相当僕はねうまいと思うんですよ、うん、この映画の中で、もちろん山崎くんとは僕長い付き合いだから、はい、それなりに彼の存在感を、うん、本当にこう今回は泥棒ということで、はい、バッチリ出してもらってるんですけども、はい、こう絡む人たちがね、はい、北村くん、北村匠海くん、小野真知子さん、はい、滝藤健一さん、はい、中村ゆりさん、はい、鶴見慎吾さん、はい、中尾明義くんとか、はい、下條敦さんとかね、はい、まあ、大竹忍さんも出てるんですけどね、はい、大竹忍さんは直接山崎くんとの絡みはありませんが、うん、うん、だけど、まあ、すごく、はい、まあ、いい役で、わかりますよ、まあ、ですからそういう意味で言うとっていうかな、みんなこう今言った名前の人たち、もちろんさっきの竹原ピストルさんも含めて、はい、みんなその山崎まさよしとこう絡んでるわけです ね、その絡み方がとても面白い、面白いです。で、監督、この話すごく長くなるので次回、またおのよりの映画の話をしましょうようにて、今度は出演者についてキャスティングについて特集を組ませてください。どうもありがとうございました。では皆さん、映画の話をまた来週しましょうね。おのゆりでした。